はい。みなさん、こんにちは。ジェイと申します。今日はですね、定期テスト対策で、18視略ですね、陳症五行の乱、炎弱、伊豆くんぞ広告の志、知らんや、あるいは、王公少々、伊豆くんぞ、主、あらんや、というふうに、題名ね、タイトルされている部分を解説していきたいと思います。では、行きましょう。 洋上の人、陳章、あざなわ章という風になってますね、えー。洋上っていう場所の人でね、陳章という人物がいました。 で、チ賞というのはですね、えー、新末のね、農民反乱の指導者だったという風な感じで説明がね、書かれていると思います。で、この少ないという字は、若いという風な意味で使うので注意しといてくださいね。若くして人のために要交すという風になりますね。養交というのは、えー、雇われて、えー、田畑というのを耕やすという感じですね。人に雇われ畑仕事をすると。なので、若い時に人に雇われて で、畑仕事をしていたという感じですね。で、こうをやめてですね。やめます。畑仕事をやめて、雪、牢場にという風になってますね。こうをやめて、牢場に雪です。牢場というのはちょっと小高いね、丘みたいになっている部分になるんですけども、ある日、畑仕事をやめて、畑の中の小高い場所へ行きね、朝鮮、これを久しくして曰く。 という風うになってます。挑戦というのはどういう意味ですかという風うに言われたら、嘆く様子という風うに答えてあげてください。しばらくの間、嘆いていたが、やがて仲間に向かって言ったんですね。何を言ったか。卑しくも、風紀となるも、っていう風うになってますね。ここでまず動詞になってます。で、なからんというのは動詞。で、後ろに主語を取るので、愛忘れることというのが主語になってます。 いやしくもという漢字の読み方はね、注意しておいてください。これね、家庭とかでよく使ったりします。家庭文を作るんですね。そして、容赦、笑いて曰くという風になってるから、まあ、お友達がね、笑いながら言いました。何時、このね、若いというのも漢字、読み方気をつけておいてくださいね。お前はですね、なす、何を、陽光をという形です。容赦、笑いて曰く、何時、陽光をなすですね。雇われ仲間がちょっと馬鹿にしな 笑って言いました。お前は人に雇われて畑仕事をしているやないかと。なんぞ風紀とならんや。という風になってます。これは半語という句形を使っているので気をつけておいてくださいね。どうして風紀となるだろうか。そんなことなるわけないかな。っていう感じですね。小体則して曰く。はい。なんぞ風紀とならんやと。 小、退職して曰く、どうして出世できるか、いや、できないだろうと。するとね、陳賞は大きくため息をついて、また言いました。 ああですね。炎尺伊豆くんぞ広告の志を知らんや、というふうに言いました。まさにここがね、非常に、えー、歴史的にも有名だったセリフになるんですけども、広告というのはね、白鳥などのちょっと大型の鳥のことを指します。なので、それを踏まえてね、ツバメやスズメというちっちゃな鳥がということですね。ツバメやスズメにどうして白鳥大きな鳥の心がわかるだろうか。いや、わかる。 うまいというね。ここも飯語を使ってるんですよ。もう燕雀伊豆くんぞ広告の志を知らんやというのはね、しっかり書き下しできるようにしておいてください。意味としてはね。小物には大物の志などわかるものではないというのがズバリ解釈という風うになります。 ということでまあお前らには俺の志わからんやろうなあという感じですねそしてここにいたり五皇っていうのは人物名なんですけども五皇と共にですね一緒に五皇と兵を起こす木という場所でという感じになってますね ここここにににいりですすすねとと兵を木に起こすという,ふうになってますこの時になって、陳勝は、五空という人物と共にね、兵を木の地で起こしたというふうになります。この時というのは、実は、晋という時代のね、二世の皇帝の元年です。世の中が非常に荒れていたという形で表現を取ってあげればいいと思います。なので、世の中が荒れている時にね、沈昌と五空というのは、二人でね、兵を起こした。つまり、反乱を起こした陳。 五の乱というやつですね時に発してですね。漁さを発して守らしむ。守らせた漁業という場所をという感じですね。時に漁佐、えー、を発して漁業を、えー、守らしむ。 ですね。その頃、秦はすでに人民を挑発し尽くしてね、村の左側に住んでいた、税としての不益を免除されていた貧民というのを、旅者というふうな感じで言うんですけども、そんな貧民貧しいね、もう税金を払うこともできひんような人たちまでね、兵として挑発し、えー、漁業という守備に当たらせたというふうな感じになっております。そして、将校はですね、なりました。トン という,ふうになりますねそしてたまたま大いに雨降りというふうになってます。沈昌と五孔とは、その中東の小隊長とねなっていたという形になります。で、折から、兵こうね、雨がめっちゃ降ってたわけですよ。大雨が降り。道通ぜずというふうになります。道は通じないという感じですね。すなわち、めして。 とといいううのを召しててううになってます意味としては、交通というのが断たれてしまいました。このね、会うっていう字は、たまたまというふうな意味でしっかり取ってあげてください。そこで部下を呼び集めて言うにはです。コーラ、シス、キオというふうになってますね。 ほう、残に当たるというふうな読み方ができますね。意味としては、君たちは漁業に到着する期日に遅れてしまったと。これは軍法ではまさしく死刑に当たるというふうな意味ですね。そうし、死せずんば、すなわちやむというふうに読みます。死ななければ終わりだという感じですね。どういうことやねんって感じしますよね。死せずんば、すなわちやむ。ここ、どういう意味かというのが問題で聞かれそうだなと思います。 思います血気盛んな男のことを「喪子」というふうに言います。命を捨てる覚悟がないなら、すなわちやむ、それまでだ、それで終わりなんだと。死せば、すなわちあげんのみですね。あげるだけだ、題名をというふうになりますね。死せば、すなわち題名をあげんのみ。命を捨てるなら、大博打をしてね、華々しく自分の名前というのをあげるまでだと。 いうふうに言ってます。そして、ここも有名なセリフですね。えー、しっかりと書き下しできるようにしておいてください。王甲少々、いずくんぞ、しゅ、あらんやというふうになります。 意味としては、天使や諸侯大将軍、最相となるのに、どうして決まった家柄や血統これが主ですね、があるだろうか。いや、そんなものはないというふうな意味になります。王様になる、諸侯になる、将軍になる、最相になる、そんなもの、家柄や血統というのがあるかいや、ないよというね。 えー、非常に能力の高い、有能な人物ならなれるはずなのに、この世の中はおかしいということですね。結果、衆、皆、従う、これに、というふうになってます。部下たちは、皆、これに従ったということで、兵が起きまして、陳症、五甲の乱というのに繋がっていくという感じですね。まさに、新末に起きたね、大きな農民反乱を、えー、まあ、引いた、リーダー、陳勝そして五甲という人物のお話 でした。まあ、2つのね。非常に有名なセリフなので、ぜひ押さえておいてください。延尺伊豆くんぞ広告の志知らんや飯盒を使ってます。王侯少将伊豆くんぞ主あらんや。ここも飯盒を使ってますね。伊豆くんぞの漢字が違うんでね。しっかりと注意して。 押さえておいてほしいなと思います。はい。ということで、今回は18略ですね。陳症5項の欄の部分解説していきましたえ。皆さんのテスト勉強の参考になれば幸いです。テスト勉強頑張って。公文はエンタメだし。バイバイ。怖いね。農民反乱。